いらっしゃいませ。今日はどうなされますか？ショートボブにされますか？はい。ふわっとした感じにしたいということだったので、後でワックスでスタイリングしていきますね。と、そしたら、まずですね、はじめに髪の毛の方溶かしていきますね。次に髪の毛の方ですね、濡らしていきますね。失礼します。と、それではですね、髪の毛の方切っていきますね。
ということで、次はですね、髪の毛の方ですね、すいていきますね。はい、こちらのすきばさみですいていきますね。よいしょ。長さとボリュームはこれぐらいで大丈夫でしょうか？大丈夫そうですね。はい、そしたらですね、髪の毛の方ですね、タオルの方で払い落としていきますね。失礼します。櫛でもう一回溶かしていきますね。そしたら髪の方はできたので、次はですね、最後にスタイリングをしていきたいと思います。これはですね、ワックスのなんかムース版みたいな感じなので、これも市販で売ってるので、家でもスタイリングできるので、はい、ぜひスタイリング剤とか買って自分でふわっとやってみてください。
ていきますね。と、家でスタイリングするときなんですけど、と、こういうふうにくしゃっていう感じで、と、髪を、そうですね、掴むとうまく癖が出てふわふわっとした感じでできると思うので、こう掴んでギュッてやって離す感じで、はい、やってみてください。微調整するときはとワックスをちょっとつけてと指先でこうなんかうまくうまくこうつまむ感じで調整微調整するといい感じにできると思います。はい、という感じでこれぐらいでどうですかね。あ、いい感じですか。最後に、さっきも最後って言ったんですけど最後にですね、とサービスとして肩のマッサージをさせていただきますね。はい、それでは肩の方失礼します。でした。では当店ではこれで以上になりますので、はい、ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。